よし、自分の動画見よう。ポケモンからいくか。すも長いからな、これ何かな、見ないんだ。何これ、これね、34ちょっと見えないんだけどさ、34から37までずっとフクロウが寒い。まあ最後見てみるか。よし、これは力士の薄。ポケモンとは不思議なものである。なんだ、何かだ。あんだけやられたのにまたやりたくなってる。いや、あんだけやられたからこそやりたくなってる。リベンジ戦らしいよ。いや、むしろくっそ、うずしようかない、うずしようかない。メモを取れ、ちゃんとメモを取らないと。うっ、マジで力士薄ばっかりじゃないか、ここ勢い。ウスはどうしてとか太陽の石。あれウス言わない。あれ、いや調べたけどレベル14のカイロスか。ウスがない。レベル14のスタ。ポケモン36、ウスがないことに気づいた。よし、あれ意外と力士じゃない。メクス。おい、力士はどこ。フス。何がフスだ。では37のそのウス。テイタグやられたってとこ見てみるか。変わり映えのしない風景。どうか、どう手いたくやるかも。もう住んでると言っても過言ではないだろう、ここに。ここら辺からやるか。団長。おい、読み込むな。この間どうすればいいんだ、俺。チャンピオンの渡るが勝負を仕掛けてきた。ギャラドス。団長だよな。よし、来て、これ団長。力入ってんだ、おい。来てるぞ、俺に。レベル4の人。初流れにある、私は今。めちゃくちゃ鍛えてる。ワンパンだろ、こんなの。ギューン。おい、いいじゃねえか、そこまで行くんだったら。ちょ、これできる。そこまで行ったんだったら、勝つシステム搭載してくれよ。一発で敵の体力を 5% まで減らしたとき、そこまで行ったんだったら勝つシステム。そんなお前よりはシステムあるわけないだろ。俺、これが団長だ、覚えておけ。レベル4乗ってレベル4だな。ビーン、ガチエースじゃねえか。ちなみにこれ5月17日。え、あ、そうか、お前ドラゴン使ってくるんだったな。カイリュウ。え、てかカイリュウって何、2人目。いや、6人目かもしれん。純不動だから。これ誰がいいんだよ。懐かしいやつらだ。カイリュウってもう伊藤しかいないと思う、俺。もう催眠術悪夢しか勝ち目は。お、丸ナノマスは可愛い。つぶらな瞳をして伊藤しかいない。こういうやつに勝つには催眠術しかない。うん、いいな、こいつ。え、反動はどうしたんだよ、お前。反動じゃないの。反動はどうした。外れたら反動ないのか。あ、生き残った。もう、反動があるわけ。使えねえ。あ、すごい、大きく反動あるんだ。おお。冷静じゃねえか、こいつ、俺よりも。いいよ、もう。金使うだけや、俺は。金使うだけや、私は。とセコイトを使いやがって。もう許すな、こいつ。てか3人しか生きてねえ。よく見たら。もう先生きてよ、俺もいい加減。激凛、激凛。なんだ、何、うん、激凛に触れた。あ、結構一撃が重いんだよ、お前。結界光線の方が強いじゃない。激凛、激凛。何、殴るごとにってやつ。さっき63だったよね。おおおお、もう生き残るでしょ。こんな無理決まってんじゃん、そんなの。花行け。恩返しだ。立てるわけねえだろ、こんなの。え、こんなんしてんの。あ、そういうことか。花びらの前と一緒か。何も覚えてるよ。よく花びらの前と比べ物にならんけど。恩返し。勝てるわけねえ。恩返しが一番いいよ、これ。あ、結構強い。まあいいやつか。ドラゴンみたいにも。絶対無理だ。いや。死んだ。二人目にやられた。もともと3人しかいなかったしな。うっ、ばっかり。あまりの弱さに。あれ、どこ機関あんの。これ、これカリンだよな。あれ持って。ここかな。なかなか面白いな、ポケモン。見る分には。おい、読み込む、なんだこれ。元気ショック。まあいいや、これでワンパンしたらできるな。これワンパンしたらまた違うんだけど。知らないぞ、ちょっと残るぞ。あとちょっとシステムねえか。してくれ。今なんかさ、
残り少しのところでいくってことは、あと一押し入ってるな。これはあと一押しシステムやったぜ。その一押しが嬉しいんだよ。なんということだ、はい、搭載されてしまったというのは。お前のおそらくこいつ、これ多分6人目だから、こいつが一番強いから、これ倒せばあとキングドラしか残らないやつだと分析してやがる。いくぞ、終わらすぞ。レードパンチショットガン俺のショットガンくらい。どんだけ気に入ってんだ何が激凛。お前素早さ低いな。さては先制したってこと。なるほど、バトル慣れしやがる。ショットガン、こいつポケモン慣れしやがる。やったぞ、帰りを倒したって。これ全員倒せるぞ。おそらく大台は強すぎる。さらにレベルが上がっていく。おい島、目覚めさせちまったぜお前。大ダイル、大ダイルという最強種ノリに乗ってやがるこいつ。おかしいやん。ちょっと待って、これ一回ね、役に立ちそうにないやつ、役に立ちそうにないやつ。いやもう勝ちそうだな、これだって役に立つけど。いいと、最後だもん。最後だから勝つに決まってるよ。どうする、勝つに決まってるよりもこのさ最後のやつが見たいな。もう今日絶対取るわ、体力にし。36ぐらいのカネラがお弱く、なるパート36の最後らへん。いやこれね、悪夢がどうとかいうよりね、まず催眠術が強いよ多分。悪夢関係ないよこれ、催眠術が強すぎるんだよ。おそらく催眠術のおかげで。レベル38たまたまくねえな。帰り気帰れねえよ、伊藤帰りゃいいね。これやばいな、どうする催眠術か。回復した方がいいかもですか、ね、相手怪力だから大丈夫。いや、まだこれ来たんだろ。あ何で岩が抜群なんだよ届かねえだろお前、飛んでたら岩岩飛んでたら届かない。その通りだ、もっと声を大にして言った方がいい。向こうから聞かねえじゃん、これ声を大にして言え。それをマビアの前に。おお、相変わらず美しいな。殺す、どこだから格闘は効かない。てかお前ら格闘技使えよ、一回も使ってこねえじゃん。よし、何癖をつけてもポケモン倒せん。何がクロスチョップや、ちょおかしいよこれ敵の強さ。でも結構削ってるじゃん、同じレベルだぞこっち。なんで負けるんだこれで。おかしい、大丈夫でしょ。あでも継承来るか、残る死ぬか。おい、クロスショップはあれだ、頑張れ。インド継承率高いんだよ多分。まさに頑張ってくれ。今頭突きでいいか。キャンはインドゾウだぞこっち分かっとんのかも。持ち込むな、そういうのリアルのデカさを持ち込む。何がインドゾウなんだ何がインドゾウなんだお前の。どこがこいつポケモンに対する愛情ねえぞ。お前しかいないよ、負けで当然だ。お前だけだ、お前だけだ。これノーマルだろクロスショップ。こいつ格闘じゃねえわ。あれ怪力強え、格闘なのこれ。怪力強え、なんなんクロスショップって。怪力の前にひざまずいたよな腕の4本のやつに腕の数に文句言うな。腕の4本のやつに負けちゃう。腕の数に文句言うなお前。すごいポケモン面白いなサラブレッドブリーダーあたり見てみるか。オープニング見る派か。2017年気乗りやしねえが馬を育てる。1月サラブレッドブリーダーの世界へようこそ。私がゲームの進行を務めるローンスパークです。ゲームの準備として繁殖品までできるならそれにお金をプレゼントします。では繁殖品場を選んでください。ちょっと質問してよろしいでしょうか。なぜ馬が喋っている。西のチェリーを馬が喋るぐらいあるわ。理念上メジロハインデヤグラステラシノクリスダイナカンパリって言われてもあんた。じゃあ万年、多分これ万能技だと思う。西のチェリーぶつくさやずにやるね。この馬にしますか。距離万、成長早、気象中、ダート、三角、頑丈は20万。こいつだってのな気がする。西のチェリー分からん、分からんけどいいよ。次に種付けを行います。脂肪分を選んでください。ナイスダンスはライフタテヤマ。もう
こう、これ俺が決めちゃっていいのもお前らはやれくっつけみたいな、誰だよもう誰でもいいやもうこの2頭で種付けしますか。確かにこれだけ見ても何もことが進んでいるし、こいつの馬の預かり知らんところでどうやら無事に受胎したようです。次に当裁判、生まれたばかりの1歳馬をプレゼントします。一つ質問してよろしいでしょうか。なぜ馬が喋っている。ロジータ Q さん、馬ぐらい喋ったゲームなんだからなんだこれ。 あれ種付けとは別に最初に持ってるやつくれるってことね。いいじゃん、太っ腹だねそれ。メジロオーロラ、浅草スケールでいいんじゃない。じゃんロジータだね、ロジータにするかじゃん名前で。言葉すか。結構長い、ね、ダートの 2000m くらいのレースに向いているまで成長早いわ。よし、確認しよう。ここまででもう4分。最後に調教についての説明をします。あなたには4人の調教助手がつきます。一度馬の担当につければ特に指示がない限りあなたに代わって助手が調教してくれます。調教の種類は3つで、半路は短距離、本馬場は中距離、プールは長距離の能力が高めます。それでは調教の例説明します。もう何から何までこのお馬さんが。このメニューでは全く能力が増えないし体重も減りません。あなた一体何者なんですか。私の頑張ってヘクトカップを制覇してくださいね。それではまた会いましょう。ヘクトカップって何。ぶつくさ、日本でないよそんなの。ヘクトカップって、ヘクトカップって何。俺有馬記念ぐらい。ヘクトカップを制しろお前は。ヘクトカップで何ですか。ヘクトカップを制してこい。あ、いや会えるんだ、いつでもいつでも会えるんだ。ヘクトカップって何ですか。ダダこねやがってこいつ、ガキのように。1月3日京成杯新座記念。わあ時間が経過してた。危ねえわ、時間経過すんのかよ。馬はいねえのか。待って待って待って、ヘクトカップって何。俺本当に分かんないぞ。ちょっとググるわ。ヘクトカップ確かにねえからヘクトカップ。え、ヘクトカップって何。こいつヘクトカップなんていいんだよ。でも後で後で分かるぞ。俺今何があるんだ。誰もいないんじゃないかよこれとして。屋上行くかじゃん。馬たちが温泉に浸かっている。市場、馬たちが叩き寄られている。おいしょ。お、磁石団長とパピダがある。なんちゅうセンスだ。磁石団長、平原的な馬です。芝の 2400m くらいのレースに向いている馬です。入球させようぜパピダが。すごい笑顔なんて、なんと笑顔だ。入球、あ、いなくなった。こいつ入球できないだろ、だってだよね。いい音楽。大事に育ててやってほしい。パピダがスパルタで行くぞ。おい、この笑顔担当。ちょっとこれじゃあまあ神山さんでいいよ、強めで。まあ別に3歳だし若いからいいだろう。でどれですのこれ。実行、調教中。おおおお、大丈夫かこれ。今かなり強めにやったんだろ訓練。あ、援護できるんだこれ。でも別にいいよ、風いっぱい。はい、で動きにちょっと分からないとあんま話になんないやつだよな多分。まあ、じゃあ次のに行くわ。でもどうせ出られない。いや登録させるよお前。あんなんだこれ、登録できねえんだけど。意味が分かんねえよ。時間の思いです。どれパピ、俺のどれ。初レース、6番だっけ。緑か、緑だな多分。走っております。馬が-イオン出てる。何この雨の日の午後、-イオンがすごい。なすすべも。これひょっとしてパピだがしょ。ひょっとしてこれがパピじゃね。今後ろに下がっていったの。あ、でも後ろに下がっていったのはなんだかんだで4位ぐらいになってる。つまりどっちが来ても俺は1位が4位、あわよくば1位。何をどうしたらこのような考えになるんだ。
さっき緑っつったのに。さすが明らかに。まあでもいいよ。喜んでもいいし、どっちでもいいな。やったよ。なかなか面白い。サラブレッドブリーダー。さあ次何を見よう。単発でも見てみるか。熱血高校ドッジボール部を実況で。これでやってれば。よし。皆さんこれやろう。そういえば俺これやったことなかったよ。熱血高校ドッジボール。テレ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 。オープニング見る派か。似た会話なかった。ゲームモード選んでください。遠征時代。ブツクサ嫌がってこいつ。最高時代作って。クラブ活動1のプレイ。俺実はねこれ。一回難しいってやったね。死ぬほど敵がボール取るだけだったから普通である。難しいやめておこう。敵が死ぬほどボールを取って一生進まない。ポジション変更しますか。リキトールアキラ。国を広げたら新郎。全然メンツが違うよな。リキトールアキラマサイ。早乙女とかどこ行ったんだよ。これもなんかその時その時によってさ、国をとリキ以外のやつ。いちいち変わるよ。で姿とかどこ行ったんだよ。全く同じこと。お前ら誰だそもそも。姿とか七瀬はどこ行ったんだよ。固定してくれちゃんと国を言うと。全く同じこと言ってる。よし。明らか入ったの俺のとこに。入ったぞ。審判見てるぞ。明らかこいつは俺のとこ入ってきた。どこで必殺シュートなんだよ。おー面白い。スカッと仕上がるのこれ。おれ。スカッとしますね。死んだ。こんな雑魚をいたぶって。力が死んだ。見ろ。召された力が。正彦が召された。雑魚をいたぶって喜ぶなよお前。殺してしまった。これ負けて泣いてるんじゃないかな、ね。死んで泣いてるんだから、ね、さあそして金が有り余ってる熱血高校海外ですよ。行くぞ。ジェームス・スコット・ハワード。おお、これが紳士の国イギリス。体力やべえなジェームス。ジェームスの体力はやばいことになってる。弱すぎるだろノーマル。難しいは死ぬほどボール取るのに。なぜだ。まあいいだろ別にこんなのこのぐらいで。よし取られるぞ早くせ。手が見てくれ上の方にハゲがいる。お前こいつは一体熱血シーンにハゲがいるぞ。高校生らしからぬヒロシ。そうか国用のシュートは貫通するからこれでやってれば取られねえ。国用だけでいい説ある。じゃあな、じゃあな。せこいやつらだ。取れよお前。こんな雑魚に手こするんじゃねえ。一日でクリアできそうだなこれ。一日でクリアしてるぜ。息巻きやがってか闘神だけな。なんかいつもの国より。さあそしてインドだ。ラハーマン、ニエデグレインド、サッタール、ヘッダ、アフダラ、スルタン。じゃああのハゲを出してみるか。誰がハゲなんだ。三つ広っぽいな。なんとなくやってる。あ、2番にいるやつだいつも。じゃあ新一だあれ。新一がハゲなの。新一がハゲらしい。新一お前に渡そう。ハゲの執着。新一の消えるボール消えてねえよ。くそ。うお目どこについてんだこれ。見ましたか今の。新一の方がなんか新一もインドっぽいね。新一の方がインド感。これは面白いな。シュートに限りますね。今日これを見るか。敵を貫通するからずっと俺のターンだもん。俺のターン。一生俺のターン。この雑魚狩りがまるで狩りをしているかのよう。ヘッダーが死ぬ。雑魚狩り。ヘッダーがいった。雑魚狩り実況プレイ。ガンジス川に召され。あれを投げてこいや。一心報いてやってくれインド人。
ナッツスード強えな。まあ国をなんだからな、このぐらい強くていいよ。てかなんか体力増えてね俺ら、さっきよりも。ムハマドの抵抗開始時点よりもなんか体力増えてるような気がする。おー、すいぞ、すげえなお前ら。待て、めっちゃ避けるんだけど、こいつなんかモンハンの雑魚キャラに体当たりされてやられてるかのよ。よし、いつて、いつて、硬すぎるよお前ら。なあ、まあ、はい、ムハマドいい加減にしとけお前。1しか減らねえぞムハマド。ムハマドの抵抗が続いているようだな。これがお前の仕事。おお、なんだこれ強そう。もう強い。8も効いた。そうか。だからムハマドに通用するな。威力高えな。新一、お前が行くんだ。なんだこれ強い。バキバキシュート。取られては意味がない。取られては意味がない。よし、あのムハマドに2を通したぞ。あのムハマドに2を通すなんて。2で満足しやがって。主に体を張って止める。よし、ラハーマンがガンジスがアニメされる。悲しむことはない。まずはラハーマンはこの世を回帰しただけだから。そう、この世はあくまでも通過点に過ぎない。何を言っとるんだこいつは。この世を見学しガンジス側に帰る。ただそれだけのことなので。何を言っとるんだ。よし、雑魚狩りしかしていないの。まあ、それはある意味では間違っていない。おい、やべえぞマジで。おお、これがアメリカ。一矢報いろ。ちょっと気にすることはない。この世を回復するだけだ。三色に投げさせる。元広志。お前は、お前真っ先に死ねえよお前。お前は真っ先に死ねえよ。なんなんだ。仲間を何とも思ってねえぞこいつ。広志、自分のことを広志だと思ってるやつが出しゃばってくる。三つ色に投げさせてえな。威力高えんだよ。よし、小野原ひろしに似てるやつが三つ色なんだよ。そしてひろしはもう効率がいい。よし、三つ色のターンがやってきた。三つ色が来た。よーし、いいダメージだ。ウィリアムにあれほどの負荷だよ。お前らを天国へ連れて行ってやる。くそ、侍の意地。一矢報えることなんか終わるんだろうな、この動画。ボンバーマンを実況プレイ。単発なかなか面白いな。これ危ない。ボンバーマンなら任せろ。1980か。そんな前なんだ、ボンバーマンって。歴史があるの？歴史があるんすね。てってって。てて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 。初期から行くわ。1。そこから這い上がっていけばいい。あいつ一人倒せやしね。こう、ほんと人の気配が全然してんな、このボンバーマン。ただ誰もいないところで。誰もいない会社。俺とあいつしかいない。喧騒を求めるぞ、ボンバーマンに。俺とこいつしかいない会社のようだ。荒らしまくる。こいつなんか追ってくる。こいつ基本的に追ってくるルーチンなんだろうか。惜しいんだ。お、倒しちゃった。割とどうでもいいな。お前を倒したから何なんだよ。お前を倒したからって俺の気が晴れるわけでもない。お前を満足させるためにいるんじゃねえぞこいつ。死んだ親父が戻ってくるわけでもない。だからもう俺に関わるなお前。どんどん増えてきてる。右に行く。誰か懲らしめてやってくれこいつを。パワーアップアイテムがねえじゃん。天罰が必要だ。パワーアップアイテムねえと面白くねえな。アップさせてくれ。やばい、解放してしまった。リベレーション。え、マジで、パワーアップアイテムないんだけど。てかこれあれか、こいつが倒すのが目的か。としてこいつが倒すのが目的なの。じゃあこんなガンが解放してしまったらいかんな。軽く維持しかねえからな。よし、こいつは倒す方を優先した方がいいんじゃないか。おお、軽く来た。これが惜しかったんじゃ俺は。え、なに、なに今。くそ、突如として切り返してこっちを殺してきた。そんなのやめてくれ。でもこれだいぶ倒しやすくなったぞ。おい、早くしねえよお前。お前は倒さないと。俺は今日晩飯にありつけんのじゃ。お前は倒さないと。晩飯何食うんだ。くそ、くっし
ぞって俺言ったか、やったかおい、 いいよもうお前は、お前生かしておいてやる。てかあと爆弾1個くれ、物足りねえこれじゃ、俺じゃ物足りねえんだよ。お、扉ほんとこれ扉に爆弾置くな、全部倒してあの扉に入るとこ、扉に爆弾なんだ引き殺された変なやつに、なんだかもわからんようなやつに、ちょこれむずいな俺の知ってるボンバーマンじゃねえこれ、笑ったこれなかなかむずい。あ、でも火力残ったもん、火力残るんだ、火力引き継いでる。おいおい、難しいのか簡単なのかどっちだよ。おしくまだ火力が手に入った、これさえあれば近畿の力を手にしたぞ俺は。え、なんだ、なんでこんな判定がきついんだよなぜ火力の武器アイテム判定こんなにきついんだこれさえあれば私は何でもできる。じゃあ別に神殿いいじゃん、これ2つ手に入るんだったらさ、神殿いいよな、神殿いいよね。気をつけろ。てか扉を爆破しちゃいかんのだな今、扉を爆破したから中から魔界のモンスターが出てきた俺のせいだ、相当調子いいな、魔界の野獣どもが飛び出してきちまった、あいつらの封印を解いちまった、聖剣を引き抜いてしまった。お前らあっち行け、こいつら全員倒すにしても量がめちゃくちゃ多いぞ。お、一撃のもとに葬り去った。お、そんなことよりもアイテムだ、本当アイテムがねえとあいつら。ってか爆弾もう一個くれ、もう出ねえよ、1マップ1つしか出ねえ、2つあればまあまあの仕事ができる、このボンバーマンも。お、わあ、ちょちょ、任すんなよ扉は、危ない危ない危ないよこれ。ドゥドゥルドゥドゥルドゥ、こいつら倒すの困難なんだけど大丈夫かよこれおお、2匹同時に始末したぜ。てめえおい、てめえこれ先回りして殺してやる。そう、これ先回りするにも限度がある。お、いいね、取ったぞ。今なかなかの頭脳プレイだった。テテテテテンテンテン、これいつまで続くんだ。わあ、こいつは魔界のモンスター、魔界スライムがついに姿を現したようだな。これなんでパート1で終わったんだ、面白いな。現世に攻めてきやがった。こいつが攻めてきたということは敵もまあまあ焦ってわあ、やべえぞ、あの扉を、魔界スライムがすでにバッコしている状態であの扉を刺激してしまった本当に魔界の上級モンスターが姿を現す可能性がある。それだけはやめろ、それだけはやめるんだ、俺の世界の危機だそれは。こいつは急にこっち来るから、急にこっち来るんじゃねえぞ。てかアイテム欲しいな本当。これさ、ぼちぼち狭い時に倒した方がいいよな、倒してもらった方が前回の反省を生かし、ぼちぼち狭いうちに倒す戦略に。こいつ死んだろ、知能は高くねえなこいつら。なんかこんぐらいの時に倒してもらうのが一番いい、それが一番面倒じゃない。でも敵倒すの優先した方がよくねえかこれ、アイテムどうせ集まるよ、アイテムはどうせ集まるよ。マンネリしてきたな、それさすがボンバーマン、一世を風靡しただけ。変な敵が出てる、にかけた俺は。テッ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 テこれステージいくつまであるんだ、嫌な予感がする。99までねえだろうなこれ、99までないだろうな、そして99をクリアしたらまた1からに戻らねえだろうな、そういう感じが多い、そういう感じのやつが多いんだ。ドゥル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 爆弾魔とかしてノリに乗っている、死ぬなよ。やっぱこうならないと面白くねえなボンバーマン、死にそう。もうちょいスピードが欲しいな、スピードがないとね、なんかいまいち乗れねえわ。おお、そうこうしてる間に本領飽きしやがったなこいつ。
これ連鎖するなんか連鎖する気しなくね、連鎖しなさそうだよね明日。もうこの神君をバカにするね。この時代に連鎖というものが確立していたんだな、連鎖システムが。さすがボンバーマン、一世を風靡しただけ、背にかけてたぞ。素晴らしい。あとはスピードくれ、下駄だ下駄。あれがあればさらに俺のスピードはより高くより遠くへ飛ぶ。ボンバーマン、おお、これリモコンじゃねえか、3面からリモコンじゃないかこれ。え、あ、これリモコン、なんで3つ目のアイテムがリモコンなんだよ、おかしいだろ。いいかこれ、すでにリモコンを手にしてしまったぞ、禁断の兵器を。私は禁断の兵器を手にしてしまった。もうこいつを止めることはできないのか、リモコンを手にしてしまった。最強じゃないかこれ、いかようにでも倒せるぞ。ん、ああ聞かなかった、なんかリモコンがあればもうどうとでもできるぞ。もういいや、じゃあリモコンあればもうほとんどこいつはタラのもうなんか丸いタラの変なやつだ。っていうかなんだこいつ、気持ち悪いな、気持ちが悪いな。おおいた、スケートが出てきた。これはありがたい。これ俺が欲しかったの。もうガンガン進もう。これ多分アイテム普通にスネってまで完走するよ。そして見てくれ、気づいたか、右上に注目、奇数の表記、レフト、レフト制ね。一回やったことある、俺そのルールだ、一回やったことあります。僕はそのルールやったことありますよ、レフト制のルールなら少々。はよ、マンネリしてきたな、囚われてマンネリ感がある。一瞬向こうに出てきたところ、出てきたところ一網打尽とする。出てこい早く、お前の死刑執行の時やってきたよ。こいつに一刻も早く、お前の死刑も決まっているのだ、一刻も早く天罰。やったぜ、やっぱこれ普通に進めていってもどんどん、ちょあ、そっちにあったんだ。あ、そうか、扉もブロックの中から出てくるんだ。今までどこから出てきたんだ扉。ボーナスステージ、なんだこれのどこがボーナスだこれのどこがボーナスなんだ。これ死んでもいいんだっけ、あ、死んでもいいんだ。なんかリモコンを聞き悪い時あるんだよな、これ。俺のどこがボーナス、まだハマグリをつかみ取りするとこなのと思う。こんなわけわかんねえやつこんなわけわかんねえやつを倒しまくって何が楽しいんだよ。もっとハマグリをつかみ取りさせる何がボーナスだったんだ今のは。どんなボーナスだ、切れるぞこれ。しんすけくん、これが今期のボーナスだっつって突然変な部屋に連れてかれて、そこにはバルーンが立つ。わけわかんねえ風船の敵がたくさん。こいつを好きなだけ倒してくれって言われたらどうする。その日に退職だよ。なんでこんな取れねえんだよ。油橋渡りやがるこいつ。最後に何か言い残したことあるか最後に一服するなどできる。こいつに天罰を何としても一服させちゃった。火をつけてあったぜお前のタバコに。何としても天罰をこの男に。これが死刑執行の魅力これが死刑執行の魅力ですね。やばい反逆された囚人たちの反逆にあった死
行する側だった俺がいつしか狩られる側に。あっという間だぜ。そろそろプレイにおごりが見え始めてるな。安心しすぎてる。非業の死を遂げた。真のハンターなら、真のボンバーマンなら、自分の勘を頼りに爆弾で爆発するべき。脳書きを垂れ出したぞ。あんなら二流のやること。お前さ、前死刑執行。超二流じゃねえか。でも死刑執行官ねえな、やっぱリモコンじゃないと。死刑を執行させてくれ。こいつをこの世に野放しにしておいていいの。死刑執行の魅力に取りつかれている俺今。こいつを何としても死刑にしたい。死刑制度を復活させたい。たとえ他の国に何と言われようとも。こいつを野放しにしておいていいのだ。死刑制度。この悪どもを裁くんだ。俺アイテムあるよな。鏡を見てほしい。アイテムあるやろ。よし、火力。火力に取りつかれた。これは。しかもレフトが6あるからさ、たとえ死のうが。アイテムは不滅。いいんだよ別に、リモコン一つなくなってもさ、他のやつも消えるわけじゃないんだしさ。調子が出てきたぜ。まだファミコンの勘に慣れていないんだ俺は。ファミコンの感触に慣れていない。あ、そうか、火力はあるから。それを取ったら二流と認めることになるぞ。引き殺された。コインの化け物に。でもここにリモコンあるのは確定だよな。こいつは絶対に許すな。殺せそうです。危なすぎるね。今回基礎はもうすり抜け、壁すり抜けを使っているのに。くそ、すり抜けは俺の一子相伝の秘術。お前なんかの、お前のような下等生物がすり抜けるんじゃない。おごりが凄まじいなこいつ。ワリオランドでも見るか。威力をなんかあまり感じさせないぞ。よし、謎の船が現れる。誰だこいつは。そうそう、ワリオランドの世界観がつかない。ワリオ、あ、もうワリオが襲うんだね。そういうことか。マリオだったらさ、だいたいクッパがさ、さらピーチをさらうじゃん。だけどワリオランドの軸は何？あ、もう完全な暴力行為なんだ。ワリオの完全な暴力行為よ。目に焼き付けろ。スーパーマリオランド3。あ、そうなんだ。1があのなんか変なチャイニーズみたいの世界を取るわ。金は取るぜ。できない。そういうことか。いろいろ試してるけど。ニンニク。もう一回閉まって俺が入れなきゃいけないのかなと思ったけど、そんなことはなかった。なんすかこれ。メダルゲーム、ハートゲーム。ハートを費やしてするってこと。じゃあハートいっぱいあるからハートにしようか。 A コース100ドル。え ?100 ドルって、え、こう金使うんか。今ハートの場所入ったろ。どういうこと。まあとりあえず C コースでやってみるか。じゃあ、はい、ボムが5個。レディーゴー。当てるってことね。よいし。でも今まあまあ悪くなかったろ。ていうかこれ、あ、そう、これ横に移動できるんだ。あ、そういうことね。よし。あ、そういうこと。これだけかなり慣れないとダメだ。ていうか2回目で当てたらなかなかじゃないかこれ。よし、こら、うまかろうこれは。なかなかやるな。相当な上達頻度だぞこれは。上達頻度、上達頻度ってなんだ。なあ、今のためなのかよ。爆弾だからいいだろ。今バッフ当たってる今。武器になってしまった。こんなゲームに。あれ遅っ。大人になった。遅かったの。まあでもハートをもらったわ。結果を見るワリオ。お前が結果を見るな。お前はそれを壊せ、タックルで結果を。お前が結果を見るんじゃない。変えるな結果を見て。
結果を見て納得して帰るな、ワリオが。そんなのワリオじゃないよ。もっと受験発表の時はもうボードをぶち壊してほしい、タックルでなかったら。そしてそのまま大学もごと壊してほしい。それがワリオだろう。それがワリオだろう。押し付けていく、ワリオ像。